皆様こんにちは。近江鉄道の八日市駅から近江鉄道バス御園線のバスに乗っております。路線バスはただいま右折をして八日市インター方面へと行きました。はい、ということでバスを降りました。近江鉄道バスの名神八日市バス停です。こんなところも路線バスは経由をするのです。そしてそのすぐ後ろ側には高速バスの名神八日市バスストップがあります。高速バスのバスストップということだけあって、待合室やお手洗いもしっかりと整備されておりました。さて本日ですが、名神八日市国際スケートリンクの跡地を見に行きます。以前竜王スケートリンクを紹介した際、名神八日市国際スケートリンクについての情報を提供いただいたので実際に来ました。名神八日市国際スケートリンクは1970年代にあった屋外スケート場です。スケートリンクへのアクセスについて、ここ名神八日市のバスストップから歩いていくことを勧めていたようです。そこで実際に名神八日市バスストップから名神八日市国際スケートリンク跡地へと当時の徒歩ルートを歩いて見に行きたいと思います。そしてその途中にあるのがコストコ東近江倉庫店建設地です。以前当チャンネルで荒れ地となっていたコストコ建設予定地を取り上げましたが、2024年6月現在の建設状況をお伝えいたします。八日市インターからそのまままっすぐと進んで越川を渡る滋賀県道327号古都八日市線が開通したのは2005年のことです。したがって名神八日市国際スケートリンクがあった頃は当然ながらその県道はありませんでした。そのため東近江市五地町や那工事町の住宅地を通っていく道を進んでいくことになります。名神八日市国際スケートリンク跡地に向かっているところではありますが、この辺りから歩道が整備されていました。こちらには新しそうな駐車場がありました。一体何でしょうか。実はこれコストコ東近江倉庫店の敷地なのです。もうしばらくまっすぐと進みますと建物が見えてきました。裏側からとなり恐れ入りますが、これがコストコ東近江倉庫店です。コストコの裏側、東側は水田が広がっているのどかな風景を見ることができて、奥には鈴鹿山脈が見えます。こんなところにコストコができたのです。以前コストコ東近江倉庫店の建設予定地としてこの場所を紹介しましたが、様変わりしていました。裏側からではなく、やはり表側から見たいものです。表側へと回ってきました。というより帰り際に撮影をしたということになります。滋賀県道327号古都八日市線を帰り際ということで、先ほどとは反対方向、八日市インター方面へと歩いています。コストコの敷地で最も北にあたる場所にはガソリンスタンドのようなものが建設されようとしています。これもコストコのガソリンスタンドということになります。そしてコストコの外装も見ることができます。一般的なスーパーマーケットとは規模が全くもって異なっています。非常に大きいです。さてコストコ東近江倉庫店ですが、2024年8月にオープン予定となっております。個人的に懸念をしているのが周辺道路の渋滞です。自動車は滋賀県道327号古都八日市線からコストコの駐車場に入ることになりますが、こちらの道路状況は以前私が伺った時とはほとんど変化はありません。2車線になるなどはしていません。今後渋滞がどうなるかは注視をしていきたいと思います。繰り返しになりますが、コストコ東近江倉庫店は2024年8月にオープンです。楽しみですね。少し脱線をしました。名神八日市国際スケートリンク跡地へと向かう道路です。コストコの横をそのまま通過していくと、再び歩道がなくなりました。少し進むと到着です。画面左側、空き地や事業所となっている場所が名神八日市
国際スケートリンクの跡地となります。名神八日市国際スケートリンクへと向かう車もこの辺りからスケートリンクの駐車場へと入っていたようです。跡地には別の事業所もありました。また滋賀県道327号古都八日市線の西側にあたる場所も名神八日市国際スケートリンクの跡地となっておりますが、そちらは資材置き場となっていました。残念ながら名神八日市国際スケートリンクの痕跡は確認することはできませんでしたが、竜王スケートリンクとは異なり、現在その跡地は有効利用されていることを確認することができました。それでは名神八日市国際スケートリンクがあった頃の空中写真を見ていくことにしましょう。1975年、昭和50年11月12日に撮影された空中写真です。名神高速道路の八日市インターを確認できました。名神高速道路の立東関ヶ原間並びに八日市インターは1964年昭和39年4月に供用が始まっておりますので、名神八日市国際スケートリンクという名の通り八日市インターから近いことが売りでした。八日市インターから北上していきますと、越知川の手前に名神八日市国際スケートリンクがありました。道路側から駐車場、クラブハウスとおぼしき建物、ホッケー用のリンク、そしてオーバルリンクという施設があり、かなり本格的な屋外スケート場であったと思われます。名神八日市国際スケートリンクの正確な開業年月日並びに閉鎖年月日については今回調べられていないのですが、複数年の空中写真を見比べるとおおむね1970年代に存在したスケート場と推定されます。1982年の空中写真ではすでに閉鎖されているような様子を確認できました。さて、名神八日市国際スケートリンクがあった時は滋賀県道327号は開通していませんが、現在は開通していて、この地から越知川を渡ることができます。この橋は東大名橋です。越知川の北側は旧愛東町、現在は東近江市生津江町となります。東近江大橋近くからスマホで撮影しましたが、やや小高いところに生津江の集落を確認できます。いわゆる河岸段丘の地形となっているわけです。近くへと来ましたが、この河岸段丘を活用してかつて生津江城というお城があったとのこと。生津江市の居城でした。1573年、天正元年に落城。お城の跡とされる場所は生津江地区の集落となっていました。以上、本日は名神八日市国際スケートリンクの跡地を中心に紹介いたしました。それではまたどこかでお会いいたしましょう。皆様ごきげんよう。